2022年7月12日、5チャンネルにこんなスレが立った。陰キャ、ユニクロで十分。いや、ユニクロでしか買えないだけだろ。ユニクロって買いやすいよね。早速スレを見ていこう。恥ずかしくないのか？ファッションという宗教に傾倒してる方が恥ずかしいでしょ。ママの買ってきた島村着てそう。普通ウイグルへの謝罪も込めてユニクロでしか買わないよな。ユニクロの服着てるやつ見るとあ、ユニクロだって丸わかりよな。ワイはタンクトップ一丁やわこの時期。アパレルって結構環境に悪いんですよね。 SDGs を意識していて先進的ですよ。アウターだけちょっと変化球入れるタイプやわ。ユニクロの新品買う分でそれなりの古着買えるからな。己の意思で好きなものを着なさい。十分ではない。いや、ユニクロで十分。ユニクロ着てユニクロ買いに行くの恥ずかしいよな。ユニクロは高い。ユニクロ生地いいからな。こいつらユニクロがめちゃくちゃおしゃれな服出したらどうするつもりなんやろな。ユニクロで十分って。ユニクロって生地はいいけどシルエットクソダサいよな。ユニクロユニクロうるさい。ユニクロ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 。ユニクロってもう高いよな。正直ユニクロも高い。2枚くらい取るとこれだけで4000円近くかよ。ってなる。理由は皆が着てるから無難だという点だろ。衣服選びに労力なりこだわりなりソース割くのが邪魔くさいセンスもないし。ワイは無印や。今はネットで買えるからいい時代になったものだ。昔の若者のビームスも新作いまいちになってきたし、新しい世代のキャッチアップ諦めた感ある。ユニクロで回してく方が小ざっぱりはしてると思う。今はワークマンやで。スキニーはユニクロと GU や、あと肌着も。どういうことや？別にユニクロ以外でも服買えるだろ。冬場はいいけど夏はユニクロのドライ系が優秀すぎて辛い。自分で買ってきた島村の服着てるわ。みんな同じ服着てね。だいたい白シャツに適当なパンツ合わせてる。どうして他人が気になるんや、自分に自信がないんか？陽キャのワイはアベール。無地好きだからユニクロ好きだわ。プリントとか入ってるとうんってなる。ユニクロが最高級ブランド以外を網羅してしまってるのが悪い。恥ずかしくて小学生と全く同じ服着て街中歩けないわ。深淵やね。T シャツとか1年でよれてくるからユニクロくらいのワンシーズンで使い捨てた方がいいと思う。ユニクロってデブを断りやん、切れんわ。痩せてても無理や。着丈が変なシャツ多すぎる。宇宙人に合わせてんのかと思うぐらいやし。売ってる店あるやろ。おっさんは伊藤洋華堂の紳士服コーナーやろ。結構出来不出来の差がでかいよね、ユニクロ。こんなの誰が着るんだよってのは案の定投げ売り行きになってる。わい、下は楽天のジョガーパンツ、上は白 T シャツ。靴と財布と時計だけ金かけてる。ブエルサーチ、わい、高みの見物、一致知らんやろ。給料入って服買うかってなった時よし、一丁ユニクロ買うかってならんやろ、普通に。プロのナンパ師もユニクロの感動ジャケットと感動パンツのセットアップやぞ。マルチ勧誘で感動押し付けてそう。ワイは GU にハマってる。ほんとに貧乏ならユニクロは選ばんやろ。ガチ貧困は島村とかドンキで買ってそう。島村ってどこにあるんだ？近所にもないし、出かけても見たことない。島村内とか田舎か？都内だとどこにあるの？足立区とか？ワイは東京住みやないから知らんぞ。底辺はユニクロからワークマンにシフトした。ユニクロは細身だから入らん。ユニクロは微妙な価格帯なのにチーム率高い印象。服はユニクロで十分だし、縁も立ちの前、半径4メートルまでで十分。ユニクロ押す方も否定する方も理由はみんなが着てるとかいうペラペラな理由な模様。T シャツ質良くて好きだわ、サラサラしてる。ユニクロより物いいブランドになるとラルフローレンからやん。33歳やがゾゾで買ってええんか？ギリギリ。よかった、買ってみる。ゾゾなんてピンキリやん。ユニクロは高い。俺なんてゾゾのランキング上位のやつしか買ってないけど女受けいいぞ。ゾゾタウンでセレオリのペラ布買ってるやつがユニクロダサいとか言ってんのくさ。島村で十分。俺らみたいなのにオシャレとか無理やからユニクロの無地で生きとくのが無難なんや。イケメン、ユニクロで十分。いやお前は顔がいいだけだろ。選ぶのすら面倒だからユニクロ。ワイは心が狭くてなんかあった時にえいでえいでって言えないからユニクロを着る。ユニクロって寝巻きとかスポーツ用やろ。私服で着てるやつ見ると普通に下に見ちゃうわ。ゾゾの上位はインフルエンサーブランドが占めてて嫌い。ズボンの裾にゴムの引っ張るところがあって持ち手が硬いプラスチックの嫌い。ユニクロが高いから GU に群がる模様。ユニクロ着とけば無難になれると思ってるやつは絶対無難以下の着こなししかできてないぞ。ユニクロも H&M もアーバンリサーチもそんな値段変わらんやろ。何やったらユニクロの画質ええわ。ゾゾで買うくらいならユニクロでええやんってなる。ゾゾで買っていいのはエアフォースワンだけやわ。ゾゾで戦闘機買えるん。下着と部屋着だけ買いまくってる。家庭持つと服とかどうでもよくなるで。ユニクロ、GU、無印以外は無人レジじゃないから買えない。店員にこれください的なの言えないからな。店員が縛ってくるからな。小さい店だとブラブラ見てるだけなのに話しかけられるのクソめんどい。GU でも最近なかなかええよな。そもそもデザインは GU のがいい。
冬のアウターだけカナダとか比較的まともなもん買って、あとはユニクロやで。最近メルカリで服買っとるわ。これ品揃えすごいしやすいからええで。うんこ増えた服かもしれないやん。うんこ臭したらバッと押すわ。ユニクロですら最近高い。GU で十分。はい、GU ええのか。買ってみようかな。ユニユニのみ全身ユニクロ人間や。GU は布が安っぽすぎるのかな。これ全部 GU な。これでも GU バカにできんのか。これ髪ちゃんとしたらかっこよくなるやろ。中学生の服装見てもねえ。ユニクロの横に GU ある店多いけど、あれは何なの。もうなんかったらええかわからんし、選ぶのつらたん。伸びすぎやろ。聞いてて草なんだ。おっさんになるとユニクロに体格が合ってくるんや。若いうちは特に上はあんまり合わないと思う。隣にいる小学生や東南アジア人と全く同じ服着て人に会えないわ。ブランドで買おうとすると夏ですら T シャツ8000円、ズボン2万円、スニーカー 1.2 万円とかやん。1日分で4万。着回しを用意しようとすると T シャツがあと3枚、ズボンが1本は最低欲しいから 8.4 万円。しかも服は水物やから毎年買い替えないと、おしゃれから脱落。そんなん続けられんからユニクロやろ。ジーンズなんかユニクロ一択やろ。高級ジーンズとか言うてる奴らの履き心地よりユニクロの方がええわ。島村、GU、ユニクロな、個人店は怖くてやーやーなの。着られれば何でもええわ。着られればボロミノでも構わんぞ。ワークマンいいよな、生地がいい。同窓会でいい年してユニクロ着てきたら普通に、あ、察し、って思われちゃうわ。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。